はい、ということでどうも皆さんこんにちは、ラテです。今回やるのはですね、でんつなぎもの唐揚げをやっていきたいと思います。案外初めてなんでね、もう唐揚げシリーズも長いんでね、パパパーっとやっちゃいます。じゃあやっていきまーす。はい、ということでこちらつなぎもですね、これやっていきまーす。そしたらいつもみたいにね、漬け込みます。うわー、あぶねー。はい、一応ねレシピ本とかあるんですけど、見るのめんどくさいんで、もう適当に醤油と塩。はい、ということで酒、ま、今回は白だしもちょこっと香るぐらい、生姜は入れずにニンニクだけ入れよう。よし、これで揉み込む。うわー、やっぱ結構コリコリしてんね。で、なんかね、切り込み入れるのとかは漬け込んだ後にやるんで、ちょっと色薄っぽく見えるけど、とりあえずこれで30分寝かします。放置かな、寝かす、寝かします。はい、ということで、はい、30分経ちましたんで、これを一回出します。じゃあこの砂肝たちを半分に切って、よいしょ、2ミリからね、3ミリらしき、ま、切り込みを入れていきます。あぶ、指たー。ま、やっていきます。じゃあね、ちょっと砂肝もやり方よく分かんなかったんで、前半はね結構浅く入れて、後半はね結構がっつりめに入れてみました。これでどうなるかね、ちょっと食べた時に分かるかな。よいしょ、袋に移して、そしたらここにちょっと少なめのね片栗粉入れて、うわーってやったらこんな感じ、見えるかな、こんな感じ。あ、でも結構しっかりついちゃった。なんかね、本当だったら砂肝だからそこまで粉つかなくてもいいんですよって言いたかったじゃあ揚げていきます。じゃあね、160度ぐらいいきましたんで揚げちゃいます。なんかね、砂肝って素揚げって書いてあったんですよ、自分の持ってる本だと。だから結構、でもまあまあ皆さんも思うと思うけど、素揚げのイメージ強いよね。こんな片栗粉とかでさ、コーティングして揚げてるってことあんまあるか、あると思うよし、ちょっとね一旦取って二度揚げのフェーズに入ろうかなと思います。初動画、ということで、とりあえず揚げたのがこんな感じ。ここからちょっと油をね200度にしてカリッカリにしていきます。ちゃんと余熱も通します。それじゃあね、200度いきましたんで揚げます。2度揚げ、あーやばそう。
油首元飛んできちゃって。よし、じゃあもう一回上げていきます。これで完成だね。ということで、はい、こんな感じ。いい色、いい色に上がったよ、本当に。ほい、停止引いて、ちょっとね、油吸っちゃった。あの、飛んでた油がついちゃったわ。そこに引いていきます。ということで、こんな感じで完成です。どうかな、売れそうかな。売れそうなぐらい綺麗にできてる。わあ、ちょっと油の羽が嫌だー、もう。ということで、ということで皆さんごめんなさい、塩かけ忘れてたんでかけちゃいました。取ってないとは。それじゃあね、よいしょ、メイク系みたいな。これいただきます。あれ、こっちの方にピンといってね。まあいいや。やばっ、めっちゃうまい。ということで、今回はこんな感じで大成功って感じかな。じゃあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。多分ね、こんな感じの普通の動画よりも、ショート動画とかの方が長く、多くなると思うんですけども、まあ、どっちがいいかとかね、ぜひ教えてもらったら嬉しいです。じゃあ、バイバーイ。